Senkaino a papipu papapi. O. Shiyu tu matadasu kepo. Setsume shuru namazu kashino desenkaino dugamita kudasapi yenpo pipapapu papapapu. 疫病から村を守る人がいい人なんだ。だから君も殺して、さよならしないと。じゃあね。ダメ!キリエ?キリエ、どうして?いい人になりたいのでしょ?だったらこんなことしちゃダメだよ。君よく聞いてたよね。いい人ってどんな人かって。それはね、自分自身を貫く人。クレドのように人の心に寄り添って。あの人は誰よりも優しい人だったから、いけないと分かっていても、この子を救わずにはやられなかったんだろうね。大丈夫。君は大丈夫だよ。友達の私が保証する。君はきっと。え?死ぬなよ!ねえ、キリエ。僕、いい人になれるかな?いや、そんなこと言ってる場合じゃねえんだよ!キリエ?僕はヨアキム。村で一番優しいと評判のいい子で、母さんの自慢の子で、お前、何言ってんだ?自分自身を貫く人、か。いや、ちげえだろって!それならやっぱり、疫病患者は処分しないと。最初にアニステイが言っていたように、みんなを守るために、友達を守るために、バイバイだね。キリエちゃんが死んだ意味?エントに、アニステイに会いたいな。二人とも、家にいるかな?行ってみよう。うわー、でもさ、これ結局あの時にこの子を招きれなかったら、最低でも二人は、まだ生きてたってことだもんね。おい、ちげえだろ、お前、まず、キリエ。キリエ!な、おい、おまけみてえに殺すなよ。なんか言えよ、おめえ。アニスで、あれ?あの、ちっちゃい子?こんなところで何をしてるの?ママね、病気だったんだって。だからね、燃やされちゃった。燃やさないでってお願いしたのに。助けてってお願いしたのに。でも仕方ないよね。村のためだもんね。もう、ここの村10人いないよね。ほぼ。5人ぐらいしかいなくね?もうほとんどいなくね?ところで知ってる?アニスデイも具合悪いみたいだよ。この前ママと一緒にいたからかもね。もうやべえよ。早く処分してね。この村、怖い。坊ちゃんビタリなりそう。あ、ぼぼぼぼぼぼになる、あの川に溺れた坊ちゃん。アニスデイ?アニスデイ。おめえ誰だ?ヨアキムだよ。前から言ってるじゃん。どうしたの?今朝から調子悪い。風邪ひいちゃったかも。俺も父ちゃんや母ちゃんみたいに追放されるのかな。やだな。アニステイも病気に?多分な。なあ。なあに?おめえは、俺のことも殺すのか?いつぞやの疫病患者みたいに、殺すのか?そうだよ。ちゃんと自分自身を貫き通さなきゃ。じゃないと、エンツも失ってしまう。これ以上失わないために、みんなを守るために。だって僕は、いい人だから。そっか。ねえ、アニステイ。いい人ってどんな人?またそれか。人を信じることができる人。悩みも悲しみも苦しみも、誰かを信じて託すことができれば、きっと前へ進めるはず。そっか。いや、すげえこと言うな、子供なのに。いいこと言うね。ありがとう。もうどんどん死んでいくじゃん。最後までおめえは俺を信じることができなかったな。でも誰もおめえを恨んではいないよ。ただ悲しいだけ。結局おめえの名前は何だったんだ。せめて園長には教えてやれよ。
じゃあな。この子強っ。うわあ。大丈夫。僕はいい人なんだ。母さんも言っていたじゃないか。ヨアキムは村で一番優しいいい子だって。だから僕は、俺は、おい、ちょっとごちゃごちゃになってきてるぞ。母さん、エンツォ。もう、マジで、あと何人いんのこの村に。あ、どうした？髪留め切れちゃった。予備もこれが最後だし、また買わないと。これが本物の、ああ、髪留めはそうだったのか。それ長いこと使ってたもんな。そうだ、今度の誕生日プレゼント、それでどうだ？髪留めをくれるの？別にいいのに。俺は商人だぞ。各地で集めたいい布で作った丈夫なやつ、お前にやるよ。その代わり、俺への誕生日プレゼントも奮発しろよ。仕方ないね。エンツも楽しみにしてていいよ。お、言ったな。ははは。これが本物とのやりとりってことか。お前そんなところで寝てんの？俺だったら寝返り打って落ちてくぞ。俺こんなところで寝ちゃってたのか。夢、懐かしい夢を見たな。ヨア、そこにいるのは誰だい？あ、いて、いて司教様。エンツォ、顔色が悪いよ。大丈夫かい？ああ、なんか疲れちゃいまして。クレドのこともあったからね。これからグローリアのところに行くんだけど、君も来るかい？なんでグローリアさんのところに？彼女は失踪事件で子供を失って被害者だ。真実を知る権利がある。やっぱりあの時何かあったんだな。ヨアは、あいつは、真実を知る覚悟ができたら、グローリアの家においで。これはまた俺はエンツを操作するパターンだね。ヨアはどうしてんだろう。これ母さんとかいんのかな。ダメだね、どこにも行けないパターンだ。ちょっと待って、もう誰もいねえよ。あ、いた。何でも願いが叶うっていうロザリア教の生物、彼岸箱を知ってる？あれを持ってる人がいるんだって。でもね、本当にそんなものがあったら、とっくにこの世界は平和になってると思うの。どうしようもなくなった時、人は幻想にすがってしまうのね。あなたにもロザリア様のご加護がありますように。いい加減この言葉も言い飽きたわね。うん、本当だよな。俺も読むの噛みそうで怖えもん。ママ、今会いに行くからね、バカ。あ、え、助けろよ、もう何してんだよ。いつまで燃えてんだよ、母ちゃん。いや、何に切れてんだ俺は。あの子なんで放置したんだよ。なんで殺した？殺したことになってないもん。来たね。グローリア、あなたにあの日のことを話そう。私たちがついている、嘘のことを。なぜ今になって真実を話そうと思ったのですか。あんなにも固くなに拒絶していたのに。クレドに言われたからね。それに、私も嘘をつくのはもう辛いんだよ。司教様、結論から言おう、グローリア。君の子供は、もうこの世にはいない。子供たちは奴隷商人にさらわれたんだ。ある子供は売られ、商人の価値のない子供は殺され、奴らの食料にされた。そんな時だった。あの子に出会ったのは。それが今の弱か。え、いや、それよりもあの女の子なんで井戸に落ち殺したの？殺されたの？死んじゃったの？あの子自殺したの？戦争、飢饉、疫病、不満と不安を抱えた村人たちの怒りは、村を滑る私たち教会に向けられていた。その傾向は日々強まっていった。そんな時に起こってしまったあの事件は、子供の集団失踪事件。子供たちの救出に失敗すれば、私たちは糾弾されすぐに処刑されるだろう。被害者のためだけではなく、教会の権威を守るためにも子供たちを救出しなければならなかったけれど、誰もいなかったのか。一人だけいたってことか。でもむごい、子供たちになんてことを。骨が捨てられていますね。この服の模様は、グローリアさんの家の子の。商品にできる子は奴隷として売り、その他は食料として食らったのか。ミサシサイ、奴隷商人たちはどこへ向かった？もう国境を越えています。追うことは不可能かと。なんということだ。村人たちは怒り狂うでしょうね。
戦争も飢饉も疫病も、ましてやこの事件も、私たち教会のせいではないというのに。仕方ないさ。誰かのせいにしないと生きてはいけない世の中だから、誰も悪くはないんだよ。それでも私は死にたくない。村人たちに殺されたくありません。ミサシさえ。あ、そこにいるのは誰だ？ヨアキム？いや違う。とても似てるけれど、別人だ。本当にいる二つですね。まるで双子のよう。今日から俺は、いい人なんだ。僕の名前はヨアキム。君たちは、誰？司教様。最後のチャンスだと思った。理由はわからないが、この子はいい人に、ヨアキムになりたがっている。そして私たちには、村人を納得させる結果と成果が必要だった。だから私たちは。なるほど。そういうことか。ヨア。ああ、帰ってきてくれたのね、ヨア。いや、母さんが間違えて相当似てるんだろうな。私の子は？私の子はどこにいるのですか？すまない。私たちが見つけられたのは、ヨアキムだけだった。そんな。いいの。それでもいいの。ヨアだけでも、帰ってきてくれたのだから。うわぁ、これ塩ビでもあったな、こういうくだり。司教様、ありがとうございます。ありがとうございます。もう行っちゃったよ、グローリアさん。消えちゃった。せめて、誰もいないところで喜べよ。結局。あの子は他の村から誘拐された子なのか、奴隷商人の仲間なのかは分からなかった。けれど、それでもよかったんだ。教会の権威を守るための最低限の結果は残したのだから。ありがとうございます。グローリア、俺を言われるようなことは何も。いいえ、司教様も苦しんだのでしょう。知っています。あなたが毎晩、村人たちのお墓の前で泣いてること。犠牲者たちの死を悼んでること。言ったでしょ？全部知っていると。これでやっと前に進むことができます。まだ我が子が生きてるかもしれないと希望抱かずに、明日を向くことができます。グローリアさん、エンツォ、あなたも知っていたのでしょ？あの子がヨアキムではないことを。だってあなた、あの子が帰ってきてから一度もヨアって呼んだことないもの。もしかしたらヨアは、まだどこから生きてるんじゃないかって信じてた。うん。だから、あいつが自分から本当のことを話してくれるまで待っていた。俺も、クレドも、キリエも、アニステイも。でも、そうか。やっぱりそうなんだ。要は、死んじゃったんだ。でも俺、まだダメだ。あいつの口から真実を聞くまで、まだヨアの死を認めて、ヨアの死を悼むことはできない。カタリナさんのところに行きましょう。話すのですか？ヨアキムはもう亡くなっていると。ええ。優しい嘘も、いつかは壊れる。カタリナも、ヨアを演じてるあの子も、そして私も、この虚妄を終わりにしよう。カタリナさんもあいつも、家にいるはず。さあ、行こう。この村やべえぞ。終わるぞ、多分。人はすべて過つ生き物です。過失を起こしているのが愚かなものなのです。だからこそ誰かが道を踏み外しても許せる人でありましょう。そうだね。この人は前を向けたのはいいんだけどさ、でも生きれないよ、もうこんなとこじゃ。誰も生きれねえよ。どこにも行けなくなっちゃった。この人は生きててよかったね。この人はずっと同じこと言ってるな。ああ、この子は生きててよかったね。もう大丈夫よ、本当に。ね、一回丘眺めに行く？ここで心落ち着けてから行こうよ。よし、オッケー、行こう。うん。大丈夫かな、ホットで。二人ともやべえからな。カタリナ、話があるんだ。あら、司教様。それにエンツまで。ごめんなさいね。これからヨアを探しに行くところなの。お勉強の時間なのに、まだ帰ってこなくて。あの子はヨアじゃない。特に気づいてるだろう。本物のヨアは、もう。怖い。何を言ってるの？ヨアを救ってくれたのは司教様じゃない。
ヨアは生きている。腹を痛めて産んだ私が言うんだもの。間違えるはずがない。間違えていいはずがない。間違えてんだよ。ちょっと足痛いからちょっと足の位置変えますね。足も間違えてんだよ。お母さん、間違えてますちゃんと。すまない。もっと早くに言うべきだった。それがもう心壊れちゃってんじゃねえのお母さん。ヨアは、子供たちは奴隷商人にさらわれた。そして商品として売られ、裁かれ、殺され、食べられ。ヨアキムはもう、この世にはいないんだよ。え、でもさ、蜂蜜の下りって、どうなってんだ？だって結局このお母さんがさ、本物のヨアキムのことを思ってるんだったらさ、蜂蜜なんて使わなくね？じゃあもうやっぱ気づいてで使ってたん、え、どっちだ？でもどっちだ？ちょっとそこら辺わかんなくなってごちゃごちゃになってきたな。だって今のヨアさ、この偽物の今生きてるヨアは蜂蜜アレルギーじゃないってことでしょ？本物のヨアじゃないから。どういうこと？うん。カタリナさん、頼むからあいつを解放してやってくれ。そして、本物のヨアの死を悼んでやってくれ。ヨアはいい子なの。私の自慢の息子なの。え？村で一番優しい子だから。だからきっと、あなたたちの妄言も、真に甘に受けてしまうのね。おい！もう、不来たよ。ほら、もうすぐ人殺す、この、もう村。この村、やばい。司教様！ああ、なんて残酷な人たち。ヨアを害する悪い人たちは処分しないと。あなたもよ、エンツォ。ああ、死亡フラグ立ってる、このお母さん。さようなら。ヨアが幸せそうだから見逃してあげていたけれど、本当はあなたみたいな嘘つきで粗暴で頭の悪い子など近づけたくはなかった。あなたと出会ってから、ヨアは悪い子になってしまった。勉強もサボるようになって、私の言うことも聞かなくなって。でも戻ってきたヨアはいい子だった。私の言いつけを何でも守った。私の理想の子供だった。それなのに、またあなたは私の邪魔されてないだ！またあなたは邪魔するというの？ヨアもあいつも、カタリナさんの玩具じゃない、おもちゃじゃない。人間なんだ。我が子に理想を押し付けるカタリナさんのそれは愛じゃない。ただの虚妄だ。頼む。ヨアのためにも、どうかその死を受け入れてくれ。これが現実なんだ。怖え。このお母さん何するかわかんねえ。やっぱりな。待って、エンツを殺されるの？割と今までサンタシリーズの中でも生きてきてたのに。ただいま、母さん。あー、やばいぞ。え？お帰りなさい、ヨア。どこに行っていたの？心配したでしょ？司教様？エンツォ。もう勉強の時間よ。早く部屋に戻りなさい。エンツォ、起きてよ。ねえってば。なあ、教えてくれ。ヨアは死んじゃったのか？僕がヨアだよ。おい。頼む。最後に、お前の本当の名前を教えてくれ。お前が嘘をつき続ける限り、誰も本物のヨアキムの死を悼むことができない。あいつのために涙を流してあげられない。残酷な真実を優しい嘘で隠すことって悪いことか？真実を知ったとしても、救われるわけないのに。けれど、優しい嘘もいつかは壊れる。どうすればいいんだろう。どうすればよかったのかな。なんか、悲しいな。エンツォ！僕、いや、俺の名前は、エンツォ？エンツォ、起きてよ。また一緒に遊ぼうよ。それに髪留めプレゼントするって言ってたじゃん。親友にあげるんだって。俺、いい人になったよ。みんなに聞いて、いっぱい勉強して。いい人になれば、俺もエンツォと親友になれるんだと思って、毎日毎日頑張ったんだよ。だから。ヨア、いつまでゴミに触ってるの？これは私が処分しておくから。あなたは上で勉強していなさい。お前何を勉強すんの今この状況で。お前バカかよ。
まあ、村、住民、もう村人だってもう10人もいねえのにさ、お前、何を勉強すんの？ねえ、ヨアキム、最後に教えて。いい人って、どんな人？そうだね。これが本物のヨアか。ありきたりかもしれないけれど、それはきっと悪い人をやっつける人じゃないかな。家族を、友達を守れる強さを持った人。僕はそんな人になりたいな。ママもやるのか。あら、もうこんな時間なのね。ああ、救われねえ。ヨア？オールクリアですね。いい人になれば、あなたのように、綺麗な世界で生きていけると。いい人になれば、惨めな自分でも隣に並んで、友達になれると。いい人？いい人って、どんな人？悪人を殺すこと？理想の子になること？真実を話すこと？自己犠牲を尊ぶこと？美しい世界で生きていける人だと思った。あ、美しい世界で生きている人だと思った。彼が愛した人が、世界が、とても眩しく見えた。彼のようないい人になれば、俺もその世界の一部になれると信じていた。けれど、俺にはいい人がわからなくて、輝いて見えた世界は遠のいて、自分がいい人からは、遠い人間であること。ああ、おい、俺は気づくはずだったんだ。救われねえ。結局エンツォまで死ぬのか。マジか。割とエンツォって、だって、他のサンタシリーズも2作品くらいには出てきてたよね。確か。マジかよ。死んじゃうのかよ。でしょ、ヨア、結局じゃあさ、あの、NB シリーズに出てきたヨアって、この後に起きた話だよね。まあ、人間じゃないもんね、もうあのヨアってさ。いつまでもいい人になろうとしてるってことか。死んだ後でも。これはおまけ？え、何これ、なんて読むの？クリー。何？クリー。おい。おい、ちょっと待てよ。マジでほとんど全員死んで。いって、ミサさんは生きてんだよね。あと、村、俺が可愛いって言ってた子も。あの子も生きてる。いや、絶対でも後々死んでんだよな。あの村後で、だって何もできないでしょ。あんな人数で。食料ももう尽きてきたって言ってたしな。知るか。ヨアキムの日記。俺は？なんだ？なんだこれ？へえ、君商人なんだ。そう、旅をしながら各地を回ってるんだ。あ、出会い頭の話か。ただ最近は疫病が流行っててさ、あまり移動はできないんだよな。じゃあ、しばらくこの村にいなよ。おお、助かる。俺はエンゾ、お前は？僕はヨアキム、ヨアでいいよ。おう、よろしくな。あー、でも俺さ、ぶっちゃけあんま似てないと思うけどな。髪は似てるけど。この蜂蜜のパイうまい、美味しいよな。母さんが作ってくれたんだ。蜂蜜、美味しいよね。だからって蜂の巣つくのはやめろ、マジで。あ、そろそろ帰らないと。もう！家で勉強しないと、母さんに怒られるから。ヨアのやりたいことってなんだ？いい子になって、カタリナさんに褒められることか。え？親の期待に応えることも大切かもしれないけどさ、でもさ、その親が正しいとは限らないだろ。虐待する親とか、自分の子供を捨てる親とかもいるしさ。母さんはそんなことしない。わかってる。わかってるって。ただ、親に言われたからやる、じゃなくてさ、お前のやりたいように生きろよ。だってこれは、ヨアの人生なんだから。楽しんでこその人生だぞ。じゃ、また明日な。
なるほどな。で、要はその顔どうした？めっちゃ荒れてるぞ。お前蜂に刺されたろ。あ、違う、かぶん殴られたのか。はは、母さんに怒られちゃった。そんな、戦争、飢饉、疫病、誰もが嘆き悲しむこの世の中で、いつ死ぬかもわからないのに不自由に生きる理由はないでしょ。そっか。でもまた怒られそうになったら俺を呼べよ。一緒に怒られよな。うん、ありがとう。ザ親友だな。これは真似できないわな。そりゃ気づかれるわ。エンツォ、この村に住むって本当？あ、旅をするより定住しちゃった方が安全だからな。旅商人、あんなに楽しいって言っていたのに。仕方ないさ、こんな世の中だからな。違うでしょ、そんなに僕と母さんのことが心配？え、僕と母さん、エンツォが間に入らないといつも大喧嘩しちゃうもんね。ごめんね。ちっげえし、俺のためだし。この話はこれでおしまい。わかったか？はは、わかったよ。嘘つき。でも、ありがとう。これは真似できませんね。できませんよ、それは。悲願箱か。今日の伊手教司教様の、伊手司教様のお祈りで出てきた、何でも願いが叶う箱？そう、あったら便利だよな。でもね、今日司教様が話してくれたやつじゃなくて、他にも悲願箱の話があるって知ってた？他の話？教会にね、古い本があったんだ。隠すように置いてあったから、こっそり読んじゃった。おお。とある時代、とある国の話。その地は絶えず争いが起きていました。毎日人が死に、毎日お墓が増えていきました。ある日、一人の男は思いました。敵である奴らと奴らが住まう地を根絶できれば、平和が訪れるだろう、と。平和を願う彼の強い思いに感銘を受け、悲願の賢者ロザリアは一つの箱を差し出しました。この箱に生きた人形を入れなさい。そしてこの箱を敵に送りつけなさい。そうすればあなたの敵は呪われ、苦しみながら死に絶えるでしょう。この箱に入っている人間の恨みが強ければ強いほど、その呪いは強くなる。あなたの悲願は呪いによって成就する。さあ、この箱に入りなさい。そして男は賢者を捕らえ、拷問にかけました。足を焼き、手を切り落とし、皮膚を剥ぎ、目を針で刺しました。この BGM でこのセリフはやっべえよ。サイコパスよ。ロザリアはすべてを恨み、呪い、憎みました。男は賢者を生きたまま箱に詰めました。敵の村に箱を置き、子供がそれを持ち帰るのを見ると、男は満足げに故郷に帰ってきました。そして、敵は一人残らずに亡くなり、その地に平和が訪れましたとさ。めでたしめでたし。それってなんか、悲願箱で願いを叶えるには対価が必要みたいだね。それもとても残酷な対価が。ロザリア教って実は邪教だったりする？さあね。でもこのことは二人の内緒ね。だな。ま、そんなものに頼らなくても俺幸せだし。ははは、エントらしいや。なんかもう NB でもロザリア教出てきたりして、とりあえず教会の、何これ、ロザリア教とかもいっぱいあるけどさ、ゼファイストス教とかも、なんかとりあえずやべえな。どう思う？うん、いえ。どう思うよ。これはなんだ？不思議な光を放つ箱があります。これが悲願箱じゃないの？これヨアが手に入れちゃったってこと？偽物、お？あ、そこの村。ん？ハイソンス？あれ？なんか見たことあるぞ。確か疫病で滅んだ村。感染力が強くて、あっという間に病が広まってしまったと聞いています。私の友人もそこに住んでいたのですが。証人のエンツだっけ？昔俺っちが住んでいた村にも来てた子っすね。あ、だよね！ピエラの！ねえ！だよね！はい。とても優しくいい人しかいない村だと、いつも笑顔で語っていました。そっか。ただ一つ、気になる話がありまして。その村には、一人の優しい少年がいたそうな。ある日、その子の親友が亡くなってしまいました。殺したのは、優しい少年の母親。優しい少年はあまりの悲しみに耐えきれなかったのか、村から姿を消したそうです。親友の遺体を小さな腕に抱いて。悲しい話だな。その後、絶望した彼は神にもすがる思いで、ロザリア教という宗教にのめり込んでしまったとか。あの何でも願いが叶うっていう悲願箱の話ですか？時々聞くよな。
でもそうなってしまったらもう終わりです。祈りも信仰も神でさえも、幻想は心の支えになれど誰も救ってはくれないのだから。これが始まりか、ヨアの。僕、俺いい人になるよ。頑張るよ。たくさん頑張るよ。だからいい人になれたその時は、どうか笑って、友達だと。俺の名前を呼んでね、エンツォ。うわぁ。弱じゃないとしても、ちゃんと本当に親友だと思ってた。つらな子結局誰も救われない。いやなんかもう結局これで弱っていう、なんだろう、あの人間じゃない後でもこういうやつになる。だからずっといい人って思われてるんだよね。そういうことなのか。うん。いやサンタシリーズの中でも、でも結局さ、あの野犬に食われたのって本当なのかな、あれって。なんかフラグあったっけ、なんかあったっけ、なんか、あ、書いてたっけ、俺なんかもういきなり記憶飛んでんのかな。ちょっとまだ謎が残ったりしない？まあ、多分今後出ると思うんで、まあ、次回、また何か新しいサンタシリーズが出た時はまた実況させていただきたいと思います。これはヨアの話だったね。うん。まだね、なんかシリーズ全体を通して謎は残ってそうだし、いろいろあるからね。話長いよね。終わりますよ、なら。